これさ、もしかしたら QR コード取るだけで自動的に支払いが、あ、もう好きに乗っていいやつだろうか、じゃあ乗り捨ててっていいですか、その辺かどうかわかんないけど、パプリでも重いよ、すごいすごいすごい、そうです。で、ベルギービール飲み比べみたいなのが売ってたので頼みました。確か34ドルなので2200円くらいで、まあいいんじゃないですかっていうお値段、ステラアルトス、アルトイス、これアメリカですごいどこでも飲めるうまいビール、これあれじゃん、あの白ビール、ヒューガルデンか、早速飲んでみましょう。あ、これ懐かしい、ステラですね、まやば、同じ、さくらんぼの味するやつ、さくらんぼの味する、レッドビール、レッドビール、覚醒した、覚醒した、レッドビール、あ、でもね、これね、今までのビール界では一番いけるかもしれない。さすが札幌、ビールって本当に世界で一番まずいものと思ってたんだけど、これちょっと甘いじゃん、これちょっとフルーティー、ちょっとどころじゃない、これフルーティー、さくらんぼだ、そう、これもいけるわ、ビール時代のタバーズがあるから、いけるという、日本でも売ってるんで、ぜひ買ってください。違うのかな、あ、それも本当に美味しい、これも美味しいんだ、キリンの美味しいビール、キリンのレッドビール、同じ全部ベルギービール、チップスでマッスルス、マッスルス、マッスルス、すごいね、これオスター行きます、チュルチュルチュル、このソースいるかも、どうですか、大変なの、生臭さの中にまるで若さなんか、つまり生臭さ、生い、生々しい、生々しい、ムルガイ、何ソースって言ったんだろう、チーズかな、チーズだ、やばい、俺よくムルガイって言ったね、めっちゃうまい、よくムルガイって言ったらサイゼリアで食べんの、あ、プルプルしてる、ほら分かる、この弾力、ほらでかい、プルプルしてるでしょ、ソースつけた、一口で食べてる、
違うみたいな、めっちゃプリプリしてるんだけど外は結構ね、噛み応えもあって、うん、ダッバードもうまく貝柱を取れる講座これね、不思議なことにこれ取れない、頑固な、ありません、ね、頑固な貝柱汚れありますね、これね、後ろをね、またまた後ろこちょこちょすると取りやすくなるの、これ裏側ね、そしたら、ほら取れる、ほら、ほんとだ、後ろこちょこちょすると貝柱取れるの、なんで、そう、理屈は知らんけど知らない、昔からね、おか、ちだからおかんにね、後ろの貝柱でこちょこちょしたら取れるからって言って、あ、ほんとだってね、確かに理論中の少し調べなかった、取れなかった、いや、昔から知ってるから、片手も一緒な、あのね、貝全部そう、後ろこちょこちょしたら貝柱取れるから、みんなやってみるとよろしいよ、すごいでしょ、すごいでしょ、すごいでしょ、めちゃくちゃ安かった、ムール貝、ムール貝、ムール貝、ビールでいい気がする、で、牡蠣の食べ方は言ったじゃん、ちょっと違ってたよ、違いました、玉ねぎつけない方が生っぽくないから新鮮だった、ムール貝はやばいよ、ムール貝やばいですね、絶対食べるべき、安い、とにかく安くて多い、そう、あのドカッとか、あのね、あのね、サイズ感はやっぱたまらんね、東京タワーレベルの高さ、ちなみにあのメイン店舗多分あそこだと思うんだけど、あそこは86メートルだって、おで、ほらやっぱ200ヤード以上あるじゃん、ありますね、ってことはやばいっすね、これでもね飛べたらすごいね、宮下さん、宮下さんすごい楽しみですね、楽しみです、スカイタワーね、おー、いや、すごそう、肉っぽいです、これのサンプルは多いです、携帯より携帯の倍ぐらいです。でかいねこれ。ティーボン。ニュージーランドの牛。骨がこうついてる。ロースラン。これめちゃくちゃうまそうじゃない？ロースラン。シュークリーム。うま。だってこれで2500円くらいです。安いです。3000円だ。タイは柔らかい、柔らかい、柔らかい、これね、分かるわ、重くないですね、重くないですよ、脂肪があるのが美味しいって言ったら日本だけですからね、芯の肉好きが食う、芯の肉好きが食うやつ、ここはトニーズ、トニーズなんたらレストラン、トニーズなんたらレストラン、これちょっといいな、そうだね。まあ、これって挟むの？すっげえビッグ。これはビッグですね。これはビッグブレックファーストです。ビッグブレックファースト。ビッグブレックス。これはデビュー。21ドル、1600円。こぼすぐらいがちょうどいいですね、この穴で止める意味があるのかな、
セサミナベーゴル、はいはい、見た目通り肉厚なマッシュルーム、でっかい、分厚い、昨日食ったステーキのようなやつですね、これは。しかもソーセージがね、でかいの。あー、一番食べたかったやつ。ちょっとこれ、しかも、揚げてる感じ、ちょっと、表面。うめえ。うわ。もう挟まれました。ここにもサプライズが。もう挟まれ、こうする、こうする。外すサイズ。ねえ、ネジャンズって卵ですよ、やっぱり。これでやっぱお味でいいですね。ダバードミカと思われますよ。